皆さんこんにちは、レジスターです。ということで今回はケモナー向けの映画について調べてみようと思います。まあ今回はこれから公開されるケモナー向けの映画だったり、まあ今までにすでに公開されている映画っていうのをまあ調べていって、僕が知らなかったり皆さんもまだ知らないようなね、ケモナー向けの映画っていうのを探していきたいと思います。僕は個人的に海外の映画とか見るの好きなので、ちょっと今回は海外寄りで最初行こうかなと思います。はい、ということで今回は検索欄にね、ファーリームービーズというケモナー映画っていうのをまた適当に入れてね、調べてみました。これ見ていくと、これはなんだろう、ザ・ファンダムっていうのは、これはドキュメンタリーか。ザ・ファンダムは映画なのかな、ケモナーとはっていう映画なのかな、これは。なんで、ゾルフィルムだ。Focuses on the history of the fairy fandom. ああ、ケモナー界隈の歴史についての、ドキュメンタリー映画が一応あるみたいですね。1時間半あります。はい。見たい方はちょっと気になったら見てみてください。これはなんだ ?Fursonas。これもケモナーとは何ぞやって話かな。Fursonas, a documentary film about the fairy fandom directed. これも、ケモナー界隈のドキュメンタリーの映画みたいですね。まあ、結構珍しい界隈なので、まあ、ドキュメンタリーに違いがあるんでしょうかね。これは何だろう。Fairy Nights。ホラー的な?詳細が書いてない。これは日本の映画っぽいですね。大自然の魔獣、バギ。これなんか手塚治虫先生っぽいけども、どうなんだろう。あ、やっぱそう。手塚プロダクションの共同制作。大自然の魔獣バギは、84年8月19日に日本テレビ系列で、あ、24時間テレビ内で放送されたテレビアニメらしいです。はぁ、で、手塚治虫先生が監督をしていらっしゃるということで、まあ、獣映画といってもね、まあ、頷けますよね、そこはね。これは、アニマリンピックス。80年、子供向け。アニマリンピックスは、1980年のアメリカのアニメーション映画。アニメーション映画か。まあなんか、スポーツするんですかね。カバウソみたいなキャラクターがなんか見えますけど、ちらっと。The Tale of the Fox。これは37年?ちょっと待って。めちゃくちゃ古いのあるな。これは獣映画としていいんですか?ブック小狐物語。81年の子供向け。ハンガリーでブックと知られている小さな狐は、1981年のハンガリーのアニメーション映画で、はい。で、なんか小説が原作みたいですね。なんかまあキャラクターはカートゥーン上でまあ可愛い感じなんじゃないですか。次、これも日本のですね。嵐の夜に。これは、何も書いてないな。これは、あれです。僕もね、知ってるんですけど、原作の絵本があって、狼とヤギだ。狼とヤギがいて、で、その嵐の夜に、その真っ暗なところで雨宿りを2匹がするんですよ。で、真っ暗だからお互いがその天敵同士っていうのを知らなくて、で、なんかその、真っ暗な時に、その、じゃあ次もまた会いましょうねって言って別れるんですよ。なので、お互いの姿が全くわかんない状態で、次に明るい日に、昼間かなんかに、その、また再びね、その場所に雨宿りしてたところに集まって、そしたらなんか実は、狼とヤギだった、みたいなので、仲良くなれるのかなれないのかっていう話です。では、ロックドック。これもなんか時々聞くんですよね。僕もまだ見てないんですけど、2016年子供向けの映画で、中国、アメリカのアニメーション映画、らしいです。なんかこれは、なんだっけ、音楽ミュージシャンになりたいみたいな、このなんか主人公の犬みたいな、がいて、なんかそれが、なんか自分の住んでる村か町かなんかを飛び出して、なんか羽ばたこうとするみたいな話だった気がするんですけど、予告編を見た限り、まあそんな感じだと思います。銀河鉄道の夜、あ、これなんか、ね、宮沢賢治だよね。宮沢賢治の小説の、を元にして作ったアニメ映画で、カンパネッラと一緒に、ジョバンニという猫がいるんだ。ああ、フェリデー、ドイツの成人向けアニメミステリー映画。成人向け成人向けってどういうこと?成人向けのミステリー。まあ、ちょっと過激描写があるんですかね。何らかの。殺人とかが。Sheep and Wolves。これはなんか最近っぽいぞ。16年か。2016年のロシアのコンピューターアニメーションファンタジーコメディ映画。なんかあれか、おとぎ話をちょっと要素散りばめつつ作った映画なのかな。まあ、これはなんか、ケモナー受けしそうなキャラクターたちじゃないですか。メスケモとオスケモっていう感じで。っていうので、今ちょっと見た感じだと、僕がね、この中で気になったのは、ロックドックね、僕その見たことないんで、この中のラインナップだと僕はロックドックを見るかなっていうのをちょっと調べてみましょう。ウィキペディア見ましょうか。
ノックドックは、2016年中国アメリカのアニメーション映画。はいはい。あらすじ。大きな瞳を持つチベタンマスティフのボーディは空から降ってきたラジオをきっかけに大都会でミュージシャンになるという夢を叶えるために故郷を出ることを決意する。ああ、そんな感じなんですね。チベタンマスティフってあの感じ？なんかもうちょっとなんか別の犬みたいな気がしたけど、ロックミュージックを演奏したいと思ってる若いワンちゃんが主人公で、で、なんかまあいろいろと確執があるんですかね、いろいろと適当みたいな。あ、このシープ&グルーブスを、シープ&グルーブスはロシアの映画でファンタジーコメディ映画で、元々のストーリーは狼と7人の子ヤギ、家の中にいて多分なんかその食べられるか食べられないかみたいな話でしょ、うん、この画像見たらわかると思うんですけど、なんか訪ねてきて狼が、で狼に騙されて食われちゃうみたいな話ですよね。確か羊の皮をかぶった狼っていうやつですね。羊を狩るのが好きな狼がとある日魔法によってなんかその自分自身が羊になっちゃうっていうのになって、でそれでまあどうなっちゃうのって話ですね。キャラクターデザインとか多分ね素敵な感じだと思うので、あのシープ&ウォーブスのピックディール、ピックディール、これは続編か、うん、続編もあるみたいです。シープ&ウォーブスのピックディール、お気になる方見てみてください。あ、なんかたくさん出てきたな。あ、アルファ&オメガもう同じような会社が作ってるのかな。これもなんか聞きますよね。僕も見たことないんですけど。アルファ&オメガとは、ストーリーは、冴えないオス狼のハンフリーとセクシーなメス狼のケイトは、森林レンジャーによって捕獲され、見知らぬ場所に移される。二人はそこから故郷を目指して旅を始め、あらゆる困難に遭遇すると。ほうほう。まあそれでいい感じになるのか、なんないのか、みたいな感じですね。で、皆さんお待ちかね、お待ちかねというか皆さんご存知、ズートピアです。これはもう見ろ。もう見てって感じですね。うん。素晴らしい作品です。1時間50分もあるんだ。あ、ジャングルブックとかね。ここは、美女と野獣とかね。美女と野獣の野獣ですね。まあ、後で人間に戻っちゃうっていうので冷めるんですけど、獣としてはね。まあ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 っていう。マダガスカル2か。マダガスカルシリーズって多分ご存知の方多いと思うんですけど、マダガスカルシリーズ1は2005年か。子供向けのコメディ映画で、ドリームワークスか。で、なんかそのニューヨークの大都会の真ん中にある動物園に、その、このね、あの、何匹か動物いるの分かると思うんですけど、あの、まあ、動物たちがいますと。で、それで、あの、そこから、動物園から逃げ出しちゃうっていうので、なんかその、どうなっちゃうのっていう話です。結構面白いと思います。まあ、子供向けっちゃ子供向けなんですけどね。あとは、ペンギンズか。これもドリームワークスで、同じ会社が作ってるペンギンズね。これもなんかまあ、結構面白いんじゃないかなと僕は思います。あ、カンフーパンダね。カンフーパンダ。カンフーファーパンダ僕1しか見たことないかもしれない。2とか見たことないかもな。あ、これ。これはね、あれなんだよな。なんかその、これ一応ディズニーだったよね、多分確か。ライアンを探せっていうのは、そのマダガスカルのシリーズとすごく似てて、で、マダガスカルが2005年なんですよ。で、ライアンを探せが2006年で、確かにこれディズニーじゃなかったっけ？違うのかな？だけど制作は違うのかな？なんかその結構なんかやばそうな雰囲気がするんですよね、なんか、ね、図書館かなんかで、あの、このライアンを探せっていう物語の、まあ、コミカライズじゃないですけど、なんかその映画を本にまとめましたみたいな本が図書館に置いてたことがあって、それを見たことあったんですけど、ちらっと。まあなんかマダガスカルの2番煎じかなみたいな。ところが正直あって。まあちょっとね、ここはね、賛否両論あるんじゃないかなと思いました。僕は見たことないのでね、まだ何とも言えないんですけども、って感じです。あ、これね、森のリトルギャングか。これなんか僕見たことあるんだよな。なんか、アマゾンプライムかなんかで、無料で公開されてたんで、暇つぶしに見たことがあった気がするんですけど、なんか、その、住宅街で動物がたくさんいて、なんかその、まあ、住宅街の、まあ、茂みなりなんなり、森とかに住んでる、公園とかに住んでる動物たちがなんかその、いろいろと、うん、あの、悪さするぜ、みたいな感じでしたね、確か。長靴を履いた猫か。あ、これは結構ね、あの、有名なんじゃないでしょうか。ドリームワークスのね、作品でございます。猫が出てきます。あとは、あ、ヒックとドラゴンは、これはま、ドララー向けの作品ですけども、ヒックとドラゴンありますね。あとはないかな。でも意外と結構、獣向けの作品つったら、まあ、獣向けというか子供向けの作品が多いですけども、結構意外と探したらあるなっていうことが分かって、まあ、良かったんじゃないでしょうか。ということで今回はね、まあ時間もいい感じなんでね、このぐらいで終わろうかなと思います。次回もまたお楽しみにってことで、それでは皆さん、バイバーイ。